部落差別を知っていますか？どうして彼女と結婚しちゃいけないんだ？どうして親の職業や出身地を聞かれるんだろう？どうしてこういうことがネットにさらされるんだろう？被差別部落出身というだけで。被差別部落、それは封建時代の身分制度により生活全般を制限され、差別を受けていた人々が住まわされた集落のこと。身分制度は明治時代に廃止されましたが、被差別部落出身者に対する差別や偏見は結婚や就職などにおいて21世紀の今もなおこうした人々を苦しませています。差別は決して許されません。私たち一人一人が正しい理解と認識を持ち、差別をしたり見逃したりすることのないよう行動し、理不尽な差別を終わりにしましょう。詳しくは人権の扉で検索。